それが今後の日本で大切になってくると思っています。はい、ありがとうございました。それでは次の質問に移らせていただきます。私たちの世代から下の世代に目を向けまして、現在の子育て、教育、学校教育に関してお話をいただきたいと思います。子育て教育というのは、この国の将来を決める重要な課題だと、先ほどもお話もありましたが、新たな時代を担う子どもたちに教育はどうあるべきか、国際化教育、愛国心や日本人らしさなどの道徳教育、IT 教育など、さまざまな観点から問題点と将来像をお話しいただきたいと思います。それでは、井林さんから。はい、3分で。すいません、諸田さん、四谷さんから3分でお願いいたします。私は女性ということもありまして、若いお母さん方からいろんな要望を受けております。そんな中でやっぱり保育園の待機児童、本当に今増えてるんです。で、共働きの方が、ね、若い方の共働きが今増えておりまして、それはやっぱり共働きをやっていけな、いけない、いかないとなかなか家計が大変だっていう状況があるわけです。で、そのためにもやっぱり待機児童をゼロにしなきゃいけないと、やっぱり安心して産み育てられる環境づくり、これは本当に今もう必要になっていると思います。で、日本は本当にそういう意味ではヨーロッパと比べていいかどうか分かりませんけれども、例えばノルウェーなんかは GDP が 4位だそうです。それでも子育て、お母さんとお父さんが本当にね、安心して子育てできる環境が、整備がずっと続けられているわけです。安心して いられるわけです。ですのでやっぱりそういうふうな社会を目指していきたい。で、私はそれを目指していきたいと思います。で、少子化問題なんですけれども、フランスが今少子化対策に対しては今出生率がかなり伸びているそうです。やっぱりそういう経験を学んで日本も積極的にそういう方法を取り入れたらいいかと私は思っています。で、これは本当に経済問題とリンクしている部分がたくさんあると思うんですね。まずそうした経済の担い手になってもらうその子育て、これは本当に今緊急に求められることだと思います。で、また教育問題なんですけれども、将来の日本という国がどうあるべきかという国の根幹に関わる問題です。私はやっぱり道徳教育も必要ですけれども、日本の歴史、事実、これもしっかり学ぶことが必要だと思います。例えば日本が戦前戦後、東南アジア、中国、韓国に対して朝鮮半島にしてどんなことをやってきたのか、そうした事実、これはやっぱりきちんと私たちは学ぶべきだし、そうしたドイツもそうですけれども、戦後のいろんな戦後処理も含めて平和教育をずっとやってきた、これは学ぶべきことだと私は思います。あと、いじめの問題があります。子どもたちにはすごいストレスが溜まっています。で、これは過度の競争教育です。で、やっぱりそこで弱肉強食の世界が大人と一緒です。子どもの弱いところに浸透しているということです。これは是正しなければなりません。はい、続きまして岩井さんお願いします。少子化対策でございますが、まずは私も含めてそうですが、我々若い世代にアンケートをすると、大体子どもは3人ぐらい欲しいというアンケート結果が平均で出てきます。しかし現実には出生率を見ますと2人にも満たない状態だと。ですので、まずはしっかりとこの子育てを支援をし、欲しいと思っているお子さんの数だけ産み育てる環境を作っていかなければいけません。で、その中で大きな問題になってくるのが、子育てに対する経済的な負担、そしてもう一つは幼稚園待機児童の問題ではないでしょうか。
待機児童は統計上は2年連続減少している統計が出てきていますが、無認可保育や保育園に預けることを諦めてしまった潜在的な待機児童は約80万人に上ると言われています。ここの対策をまずしっかりと行っていく。ですので子育て支援の基本は保育所、保育園の整備を進めていく。特にこの静岡県は保育所の整備率が全国で下から5番目の県であります。我が国全体の子育て支援の底上げも含めて保育所、保育園の整備をまずはしっかり進めていく。これが大切なことではないでしょうか。そして子育て、教育の問題ですが、まず初めに確認しなければいけないことは、子どもは家庭で家族が育てることを第一の原則とする。そしてその他に多くのニーズ、またはできないところも出てきます。そこをどう社会で支えていくかという、まずこの原則をもう一度我々は確認をすべきではないでしょうか。豊かな家庭で感性豊かな子どもを育てる、これが最も大切なことだと考えています。そして教育政策ですが、これは今我が国が外交問題、領土問題を抱えていますが、学校教育の中で近現代史に対する教育が非常に不足している。そしてもう一つは国語教育が時間が削られ始めています。日本人としての誇りを持つ、そして日本人として自らを表現できる国語、そしてさらには我々の過去である近現代史をしっかりともう一度教え直す、日本人として誇りを持てる子どもを育てる教育政策を取っていくべきだと考えています。はい、ありがとうございます。それでは津川さん、お願いします。はい、ありがとうございます。少子化問題、子育て、教育問題ということでありますが、少子化につきましては先ほどちらっと触れましたが、実は今決定打があるわけではありません。実は一番の大きな原因が晩婚化ではないかと言われておりますが、それをいかに解消するかといっても、これといった対策が実は今あるわけではない。しかしその中で今今井さんからもお話がありましたが、私たちの若い世代の多くは実は2人から3人子供を持ちたいと思っているのであるならば、なぜ、持てないのか、その問題を一つ一つ解決できるものがあれば解決をしていく、その一つが経済的な支援であり、あるいは保育所や保育園の設置を増やす、定員を増やすという政策であります。保育所保育園についてはなかなか増えない原因の一つに、規制があります。先ほど森田さんからあった話もありますが、国で全て決めるのではなくて、これ実は地方分権をして地域で決められるように随分変わってきました。こういったことで地域の事情に合わせた保育所の設置というものをまず進めていかなきゃいけない。それから経済的な支援で言えば、例えば出産一時金、これは保険が使えないということでありましたので、38万円だったものを42万円にまで増やすということをさせていただきました。あるいは中身についてはいろいろ議論がありますが、経済的な理由で子どもが高校を辞めざるを得ない、これが3年前実際に大変多く増えてきました。数千人のという方々が退学せざるを得ない、これを一刻も早くまず変えなきゃいけないということで、高校の実質無償化というものをやらせていただいて、多くの子どもたちに経済的な理由では辞めなくてもいいという環境を提供できるようになりましたし、ありがたいことに一旦辞めた子が復学をしてくれている、大変ありがたい傾向だと私は思っています。また細かい点で言いますと、母子家庭のための支援の児童扶養手当というのがあるんですが、これ父子家庭にもやろうということをやらせていただきました。教育についてはそれぞれ皆様方ご持論があって関心の高いものだと思いますが、べき論で語るものと今やらなければならない具体的な施策というものは実は両方あると思っています。家庭教育、地域教育、学校教育、家庭教育がもっと大事だ、そうあるべきだと私もそう思います。でもこれは政治が直接なかなか手が出せるものではありません。ですから具体的な今すぐやらなければならないものとして、学校の現場の方々に伺いますと、いろんな子どもが多くて忙しくてなかなか子どもと向き合う時間がない、小児通学級ですとか学校の先生の定員を増やして、そして教育の質を上げる、
こういったことを一つ一つ今進めさせていただいておりますが、まだまだこういったものを進めていくということが重要だと思っています。私は教育論としては、親の言うことを聞けというものを思っているところであります。ありがとうございます。それではまた、続きまして森田さんの方からお願いいたします。少子化問題、それと子育て、ここら辺はリンクしますので、私の、経験、3人の息子を持つ親として、そして畜生事業の経営者として、そういう切り口から、ちょっと話をさせてもらいたいと思います。3人の、息子、3人目の時に、家内は、様々な事情の中で、会社を辞めなければいけない状況になりました。これは端的に、M 字カーブとよく言われるんですけれども、女性の就業率 M のようにだいたい30代中間ぐらい、ここでガクッと落ちているんですね。これはやはり子供を産む状況に応じて、その時の環境によってどうしても仕事から離れなければいけない状況ができてしまって M 字カーブになっています。これ先進国の中では日本特有のものなんだそうです。これなぜだろう。やっぱり様々な問題があります。中小企業の社長として、すごく感じることなんですけれども、今私のところで働いてくれている女性が妊娠しています。一生懸命働いてくれている子ですから、ぜひ働いてもらいたいと思っています。彼女も、またぜひとも働かせてもらいたいと言っていますので、私は、その産後にまた戻ってもらうための方法を考えています。それどうなるかと言いますと、その休んでる間誰かを雇用しなければいけないんですね。また引き継ぎの前後、辞める前、それから辞めてから戻ってきた時に引き継ぎをしなければいけません。これは会社負担なんですね。中小企業、これは今ものすごく厳しく戦っています。その中でその負担を会社側で負担しなければいけないというのは非常に厳しいんですね。そこの部分は国が政策として補うべきなんです。私は子供を持つ親として、そして中小企業の社長として現実に見えている経験として、そこは国が補助をするべきだと。それによって安心して子供を産める、そしてまた育てられる、そういう世の中になっていくと思います。子供が欲しい方にとっては、子供ができるということは本当に夢のことなんです。夢が叶うことなんです。それも私のビジョンである、私の理念である、夢を叶えられる、そういう世の中にするために必要な一つであります。中小企業の社長として、また子供の3人の息子を持つ親として、実際に感じたこと、それを、話をさせてもらいました。以上です。はい、ありがとうございます。それではまた具体的に質問をさせていただきます。小林さんからお願いしたいんですけど、家庭の教育が原則と、はい、いうお話なんですけど、地域に求められる教育原則、教育というのはどういったものでしょうか。はい、地域に求められる教育、原則というのがあったら教えてください。まず子育てに関してはやはり親子の結びつきが一番大切であり、子育てを通じて家庭と家族がより豊かで強い絆で結べられていく。その前提に立って、その家庭で子育てをする。しかしできない部分、足らない部分はやはりいきなり政府、公の機関に頼るのではなくて、この最も子供を家庭で育てることの重要性は、そのを通じてより豊かでつながりのある地域社会を築いていくことでありますので、地域が足りない部分、できないところをみんなで少しずつ力を足し合わせて補っていく、支えていく、応援をしていく。実際私もこうした活動をさせていただくと、子供を隣の方、または近所の方にお預けをしたり、または一緒に遊んでもらったりしています。
そうした地域との結びつきも子育ての中で非常に重要な位置づけであるということで政策の中で位置づけるべきだと考えています。はい、ありがとうございました。続きまして津賀さんにお話します。今いろいろな支援策をお話しいただいたんですけど、そのいろんな支援をどういった形で財源をどこからどういうふうな形で持ってくるのかとお話しください。はい、これは持ってくるのかというよりも持ってきたという話でありますが、コンクリートから人へという政策がありました。コンクリートに何の恨みもありませんが、道路を作り病院を作ったけれどもそこに行ったらお医者さんがいないと、そうではなくて人に対してもっと投資をしなきゃいけないということで公共事業予算を1兆3000億削らせていただきました。建設業者の方々には大変叱られましたが、しかし教育、医療、福祉、介護、こういったところに対してはぜひ今まさに喫緊の課題として対策を取らせていただきたいということで、この予算を省庁の枠を超えて新しい政策に対して割り振るということをやらせていただきました。こういった財源を持ちまして先ほどもご説明させていただいたような政策を実施させていただいたところであります。はい、ありがとうございます。続きまして諸田さんにお願いします。今国の政策で支援するというお話の中で産休に入られた方が間にまた別の人を雇用して、そしてまた産後復帰していただけるような環境を作ると、そういった性格政策は雇用の方ともつながってくると思うんですけど、その産休の間だけの雇用になるのか、それともそこからまた継続した別の形で継続的にできる雇用になるのか、そういった政策の具体的な方法を教えてください。雇用というところで、やはり中小企業の現実として考えると、その間働いてもらった方、これをまた再度延長してずっと働いてもらうというのは中小企業の現実問題として非常に厳しいです。ですからこの問題ははっきり言って、その方にこの間だけ働いてもらうということを、了解のもとで働いてもらう、これは大切な、約束事であって、当たり前のことだと思います。これは現実のことです。雇用政策ということで言ったならば、これはやっぱり日本が、どん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 外に、出ていってしまう、企業が外に出ていってしまう、これを何とか食い止める、これが必要なことだと私は考えます。はい、ありがとうございます。続きまして四谷さんにお願いいたします。先ほどのお話で競争、厳しい競争が、そういう地名であるとか、今の子どもたちの問題なんだというお話いただいたんですけど、反対にゆとり教育が、日本の国際競争力を失ったという声もあります。その点についてはどうお考えでしょうか。ちょっとゆとり教育っていうのはかなり反省すべきところがあると思います。ただ子育てっていうのはやはり子どもは国の宝っていう位置づけをしていかなければならないと思ってるんです。例えばですね、私はフィンランドで視察行った時に20人学級なんです。そしてそこでは余裕を持って先生が一人一人丁寧な教えをしてるんですよ。それで、またフィンランドっていう国は、学力が第一位です。図書館の整備も充実しています。そういうところにきちんと国の予算をつけていく、個別の対策ではやっぱり限界があります。やっぱりここをね、きちんと国がそういう手立てを取っていく、そしてさっき言ったように共働きの人たちも安心して、働く環境を作っていく、そういうふうなことでは本当に、早くそういうふうなことをしていかなければならないと思います。で、高校の無償化、はい、これは大変なことだったと思います。はい、続きまして、別の質問に移らせていただきます。次に災害対策、エネルギー政策についてお話をいただきます。東日本大震災があり、この地域では今後想定される東海地震、これに対し国民の生命安全、財産をどのように担保するかが大きな課題となっております。防潮堤、避難タワーなどのハード面のほか、発災後の被災者の安全の確保、復興を考えなければなりません。また原発事故もあり、これからのエネルギーをどのように確保していくか大きな課題となっております。原発の再稼働をどうするかも考えなければなりません。また
太陽光発電など自然エネルギーにどのように取り組むかが今後の大きな課題となっております。この2つについてお話をいただきたいと思います。それでは津川さんからお願いいたします。はい、東日本大震災の教訓というものは大変多くのものがございました。その中で非常に大きな根本的なものが災害には上限がないというものであります。しかし災害に上限がないけれども、その中でも命だけは守らなければならない、これが大きな課題でありました。今、司会の方からお話がありました。ハードとソフトというものがありますが、実はハードにも2種類あります。災害を防ぐというハードと命を守るというハードです。実はこれは残念ながら多くの方まだ理解をいただいてないと思います。これまでの防災対策というのはまさに守るというハードの整備、これはこれで重要です。でもこれの基本となっているものはある程度の災害を想定します。20年に1回30年に1回起こる、雨ですとか台風ですとか津波ですとか、そういったものに対してその想定の範囲の中で対応する、これが今までのやり方です。ですから想定以上のことが今回起こった時に対応できなかった。ですからこれからはその想定内のことに加えて、それ以上の百数十年に一回とか何百年に一回という災害の想定をする。しかしそれに対してそれを全て守るということはできませんから、それ以上のものが来た時でも命を守る、生命と財産を守るのが政治の大きな仕事です。しかし本当に限界を超えた時には命だけでも守ろう、その対策を今取らなければならなくなっている、これが新しい知見であります。これをぜひこれからも地元でぜひ実行していかなければならないと思っておりますが、エネルギー対策についてもご質問いただきました。クリーンエネルギーを含めた原子力発電に代わる代替エネルギーの開発というものが急務だというふうに考えております。私たちは2030年代までに原発に頼らない社会を作ろうということをすでに決定をしておりますが、一番大切なことはそれに代わる代替エネルギーを一刻も早く作り上げるということであります。クリーンエネルギー、新エネルギーも重要です。それに対しては今買い取り、全量買い取り制度をスタートさせました。多くの技術革新が今後進んでいくと思います。しかし30年代までに間に合わせるかどうか、非常に簡単にはいかない。私は具体的にこれからのエネルギー源は一つには火力というふうに思っています。その火力についても今までの石油ではなくて天然ガス、これまでも使っておりますが天然ガスが最も有効なものだと思っています。浜岡についても触れさせていただきますが、私が福島にいて原発の事故、私自身も被爆をしました。現場は本当に大変でありました。あの現状を知っている人間として浜岡を再稼働するということは到底是認できないということをこれまでも中部電力にも申し上げてきたところであります。必要なことは代替エネルギーを一刻も早く開発をすること。はい、ありがとうございます。続きまして諸田さん、お願いします。エネルギー政策、まず話をさせてもらいたいと思います。この地域、ここには大きな問題があるんですね。皆さんもご存知の通り浜岡原発というものがあります。政府の見解で約30年以内に 88% ぐらいの確率で大きな地震が来ると言われています。私は30キロ圏内に住んでいまして、すごく不安に思います。もし今その30年以内のやつが起こったならばどうなってしまうんだろう、すごく不安です。本当に耐えられるんだろうか、不安です。皆さんも多分そういう思いじゃないかなと思っています。そういう中で浜岡原発をもし廃炉にする、そういう民意が上がったならば、それは国会議員がしっかりと国会に持ってくるべきだと私は思っています。それができるのは日本維新の会だと思いますけれども、しっかりとそういう民意を、地元の代表ですからそれを挙げるべきだと思っています。そしてただ単にやめるというのではその地域の問題もありますので、やはり経済政策というものもワンパックにおいて、そしてやめるだったらやめることが必要だと思います。例えば100万キロワット級の火力発電、これ今ものすごい
高効率のものがあります。これを浜岡に立てる、これも一つの案です。なんで浜岡は火力発電やらないんだということも言われるぐらい、それは一つの大きな代替の案になっています。また廃炉をするにあたってさまざまな基準ができます。その基準を全国に先駆けて作ることによって、今後どん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 基準ができて廃炉になっていく原発について応用していく、それの先駆けとして作っていけばいいんじゃないかなと思っています。災害対策ですけれども、これには災害の前の対策と災害の後の対策と私はあると思います。災害の後の前の対策はもう皆さんがご存知の通り、さまざまなことを、来る前にやることですね。災害の後なんですけれども、これは今福島を見ていてもよくわかるんですけれども、全然進んでない部分があるんですね。これは統治機構、これが大きな原因だと思います。地元のことは地元でやるという、そういう統治機構の仕組みが根付いていない、これのために行われてない、どうやっていいのか進めない、財源が来てもどうやっていいか進められない、こういうことを考えると統治機構をしっかりと作り直してやることが必要だと思います。はい、ありがとうございます。続きまして四谷さんお願いします。ですね、私は浜岡原発の永久停止廃炉、そして再稼働は絶対許してはならないと考えています。で、日本共産党は三十数年前から浜岡原発の、危険性、これは世界一危険だということをずっと国会で質問してきた唯一の政党です。安全神話はその後ずっと続けられて、私たちはどっぷりとその中に浸かってしまったわけですが、しかし 3.115、本当にひどい被害を被って、今子どもたちの中でも放射能の危険性にさらされながら毎日を過ごしているわけです。ですからいつ起こるかわからない東海地震、そうした中で私たちは全国の原発を即時ゼロにしていく、それも政治的な決断をすべきだと今そう思っています。そして、やはり決断してもやっぱりその過程があります。プロセスがどうしてもありますので、やはりその再生可能エネルギー、そうしたところにきちんと予算を国がつけていく。で、今中小企業とか、ある電力会社の人たちの中ではこういった優れた技術を持っているわけです。ですからそれをね、もう本当に活用していくこと、求められていると思います。風力とか太陽光、それから潮力、そうした技術を駆使していくこと、でそこで雇用が生まれます。で、原発よりものエネルギーよりも日本のそうしたエネルギーを利用すれば約40倍のエネルギーを得ることができると言われています。そしてその原発関連の雇用は、その再生エネルギーの方の雇用は40万近いと言われていますので、やはりそういった意味でも雇用の面から安全性の面からも即原発ゼロにしていく、これ地震の国である日本にもう原発はいらない、そういう立場で、頑張っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。続きまして岩井さんお願いします。まず災害対策ですが、昨年の3月11日におきました東日本大震災、これを除いて考えますと災害の被災者で一番多いのは水害であります。ですので、やはりこの災害対策、今海辺にばかり目が行きがちですが、水害に対する治水の安全性というのも合わせて我々政治に携わる者はしっかりと取り組んでいかなければいけない、そう考えています。そしてそれを大前提とさせていただいて津波対策ですが、災害はどのような災害が起きるかわからない、それに対する技術的な検証は必要なことであります。しかし私たちは
科学者でも、そして役人でもありません。多くの方々と心を通わせてこの国を作っていく政治家であります。これだけの対策をすれば、多くの方々に安心をしていただける、そうした目に見える形での津波対策、具体には防潮堤や水門対策、これをしっかりとやっていく。そしてそれには明確な期間と、そして整備手順をお示しをする。これがまず大前提だと考えています。そしてその上で避難経路の誘導表示をしっかりさせていただく、または津波避難タワー整備を行う、こうした短期的な対策を合わせて行うことが大切だと考えています。そしてもう一つ、命が助かる、それも大切ですが、やはり我が国は経済活動を基盤とした資本主義の国でありますので、個人の財産もしっかり守っていく。今地震保険の特約では、個人の財産は評価額の 50% しか守ることはできていませんが、これは津波浸水区域想定区域においては 100% を保証させていただく、そうした政策に切り替えていく。これで個人の財産や沿岸部にある工場の設備投資も守っていく、そうした政策を行っていくべきだと考えています。もう一つ、エネルギー政策については、原発依存度のさらなる低下を行うために、再生可能エネルギー、新技術の開発を進めていくのはもとよりですが、この静岡2区には大井川の大きな発電設備、約70万キロワットの発電設備があります。かなり施設も老朽化をしています。これを既存の発電施設もしっかりと更新をして、さらに発電効率を高めていく、新しいもの新しいものに目を向けるのではなくて、今あるものにもしっかりと効率化、そうしたもの、それには出力の増大、複合的で幅広い視野でエネルギーをしっかりと確保していく政策が求められていると考えています。ありがとうございます。それではまた個別にお話をお伺いしたいと思います。諸田さんにお伺いします。先ほど統治機構という言葉が出てきましたけど、その時その復興していく際の統治機構というのは、具体的に今の地域コミュニティから発生するものなのか、それを踏まえてその行政側との連携のもとでやっていくものなのか、いろんな補佐があると思うんですけど、お願いいたします。統治機構、今の場合はですね、トップからトップ下脱、こういう統治機構ができてるんですね。中央が決めたことを地方がやる、そういうような統治機構ができてるんですけれども、この縮図が復興の場合でも当てはまってしまうんですね。要するに上のこと、上に言われたことさえやってればいいというような状況になってしまうと、自分たちで考えてやるという、そういうような考え方が根付かなくなってしまうんです。地方分権の時には、地方でやりたいことは地方でやる、地方で決める、そういうことが大切になってきます。ですからそれが根付く、そういう文献、それが必要になってくる、そういうことです。はい、ありがとうございます。続きまして、四谷さんにお話を伺います。先ほど原発即ゼロという目標のもと、プロセスを大事にそれに向かっていくという代替エネルギーを作っていくということですけど、具体的にその再生エネルギーへの移行の間はどういう形のプロセスを追っていくのか、お話をいただければと思います。今科学者たちが英知を集めて、廃炉に向かう、そうした科学的、手段というか、そういうことを今探っているところだと思うんです。やっぱりそれは時間かかると思います。今核のゴミが再生可能、原発が再生、再稼働というふうな方向になりますと、やはり核のゴミがどんどん増えていく。これはやっぱり私人類にとってはこれは認められないと。やはりそうしたプロセスというのはちょっと時間かかる。そのやはりその皆さんのも英知を集めていく、そして科学者の英知も集めるということにやはり時間かかると思うので、その辺のプロセスは今後検討課題だと思っています。はい、ありがとうございます。続きまして、岩井さんにお伺いします。先ほど大井川水系の発電のお話もいただきましたけど、
地域のそういう発電を、伸ばしていくというお話の他に、国としては、どういった方向でエネルギー政策をどのぐらいのスパンで、その地域の発電であるとか代替エネルギーであるか、そういう方向性を具体的にお願いいたします。国としてはですね、やはり再生可能エネルギーをしっかりと掘り起こしていく、また技術開発は惜しまない、そして節電、これに対する技術開発または設備投資もしっかりと促進をしていく、こうしたことをしっかりと支えをしていく。またここでは水力発電の話をさせていただきましたが、地域地域でさまざまな電源が眠っています。それはやはり地域地域でしっかりと掘り起こしていき、国として政策として支援をしていく、こうしたことを行っていきたい。そしてスパンという話ですが、やはり原子力発電に極力頼らない社会を一日でも早く作り上げるために、これはスパンというよりも国家的な緊急課題として、極力多くの資源とそして力を注いでいくべきだ、そう考えています。はい、ありがとうございます。続きまして菅さんにお願いいたします。先ほど災害で命を守るというお話をいただいたんですけど、それでは最低限命を守るといったときに、具体的にハードの面、ソフトの面でもお話をいただきたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、特に命を守るハード、想定外の想定以上の災害があっても命を守る、津波で言えば例えば、避難所ですとか避難場所とか、避難タワーというのももちろんその中の一つに入ります。防潮堤は例えば数十年に1回の津波は支えます。でもそれを必ず超えてくるということを前提にしたときに、じゃあ逃げましょう、避難訓練ぜひやりましょう、今度12月にやると思いますので、ぜひ皆さんにも参加していただきたいと思いますが、避難訓練をしっかりやる、でも一回避難訓練をしっかりやると避難する場所がない、安全な場所がない、避難路がない、こういう具体的な問題が出てまいります。地域によってそれぞれ違います。そういった具体的なハードを整備をするということが命を守るハードの整備です。ありがとうございます。はい、それでは、再度ですね、会場の皆様に、ちょっとご意見を、伺いたいと思います。少し話題を変えまして、地方分権の必要性が、唱えられてから時間が経ちますが、なかなか本格的な展開に足りません。道州制の導入に、賛成か反対かという、質問をさせていただきます。それでは先ほどと同じように、賛成の方は挙手、反対の方は、手を挙げないで、どちらとも言えない、ちょっとわからないという方はこれぐらいでお願いいたします。それではお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ざっと見た感じで、大体、賛成反対どちらとも言えないが、3割強ぐらい、ちょうど同じぐらいだったような、気がします。ありがとうございます。はい、それでは今の会場の皆様への質問を踏まえまして、地方分権導修正について、地方分権、地方自治のあり方についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。それでは四谷さんにお願いいたします。道州制には、これは反対します。例えば平成の大合併がありましたが、合併して本当に良かったでしょうか。私住んでるところは島名と金谷、それから、川根、そのところが合併したわけですけれども、いろんな方に聞くんですけれども、サービスが本当に悪くなった。例えばお年寄りが増えている中で、市役所に行くのはとても大変、そうしたのがやっぱり聞こえるんですね。でやっぱりバスも通っていない。で若い人たちも、例えば、ワクチンを受けに、行
った場合ですけれども、そういう時にも地元でやってくれないんで、遠くまで島田市内まで行かなきゃいけない。でそういうことでいろんなあのサービスがね、やっぱり顕著にこう低下が現れています。でやはり同州制となりますと、なかなかそうしたあの住民へのサービスが手薄になってくるというのはもう目に見えています。で例えば岩手県の増山さんという知事さんがいらっしゃると思うんですけれど、やはりその合併によって、かなり失敗したのではないかというような発言をしています。ですからやはり住民の声が届く、そうした地方自治というか、やはりきめ細かくどこどこに誰々のおばあちゃんがいるから、そこでこういうサービスが必要だからっていう、そういうきめ細かいサービスをしていく、それが今後求められると思います。はい、ありがとうございます。続きまして五十嵐さん、お願いします。成熟社会になりまして、多くの方々のニーズが多様化し、また複雑化をしてまいりました。こうした多様化し複雑化したニーズに応えていくためには、やはり地方分権を行って、地域地域できめ細やかな対応を地域が裁量を持って行うこと、これは大原則であり大前提になる、そう考えています。そしてその最終的な形として同州制というものが一つの大きなゴールになってくる。ですのでやはり地方分権というものを進めていくと、最後は同州制というものに行き着く、そう考えています。そしてもう一つ、同州制と市町村合併を同列に行われる議論がありますが、これは先の国会でも議論がされました同州制基本法、お読みいただければご理解いただけると思いますが、基礎的自治体市町村については合併をしてもしなくても今のサービス水準を変わらない制度を担保している法律の作りになっています。ですので同州制と基礎的自治体の合併を強制するという議論は、ぜひここは分けてお考えをいただきたい、そう考えています。それこそがまさに地域の主体性を重んじる同州制である、そう考えています。そしてこの同州制の最も大きなハードルは、やはり地方分権を行う、または同州政府に移行しますと国会議員の数も少なくて済みます。国家公務員の数も少なくて済みます。国政に携わる者、または国家公務員がその痛みを我が国の将来のために受け入れる、それでもなおこの国の将来を築いている意思があるかどうか、まさに公僕として、そしてまた公職にある者として、この国に誠意を持って尽くす、その決意と覚悟を問われている政策だと考えています。ですので同州制はしっかりと実現をし、この国をさらに豊かにし、地域に応じてきめ細やかな政策が取れる真の地方分権を実現していくべきだと考えています。はい、ありがとうございます。続きまして菅さん、お願いします。地域のことは地域で決める有地方分権は大変重要だと思いますし、ぜひ進めていかなければなりません。ただ今会場の皆さんに同州制について賛成か反対かという質問がありましたが、これはちょっと酷な質問だと思います。というのは同州制ってどういうものなのかと、実は議論が全然煮詰まっておりません。もっと県よりも強い中間の自治体を強くする、地方自治体を強くする道と州というものを作るという考え方もありますし、そうではなくて基礎自治体が中心の地方自治をしっかりと進めて、県をなくして、同州で、調整機能だけ持たせる。